フットボールアワーごとある女性とエッチをした後、普通にタバコを吸っていると、なぜかその女性から大丈夫だったからと営みについて慰められた。後藤はお金を払わなかったため NSC を退学処分になったが、当時出欠確認していなかったから通い続けた。若手時代コンビでの対決企画があったが、勝負してもいないのにあらかじめ罰ゲームのスカイダイビングを祝うと3回連続で飛ばされた。共演した人が次々に不祥事を起こしていくため、癒しの小石から死神と呼ばれている。かまいたちの山内にビンタされた時、酔った勢いだろうと我慢したが、後日山内がお酒が飲めないと話しているのを見てシラフで殴られたことに驚愕した。新幹線でたまたま隣に高須院長が座った時、知らない女性からあんた整形するのって聞かれたことがある。小さい頃、上下焦げ茶色のスウェットに黄色い帽子をかぶっていたら、父親にごま油の瓶がと突っ込まれて